さあ始まりました、カツさんチャンネルです。今日はですね、折り返しということでやっていきたいと思います。まずですね、このケースについてるこのベアリングを外して、入れ替えたいと思います。でこう邪魔なものを取っていくんですけど、まずこのキックギア邪魔なんで取ります。オイルポンプを回すギアがこれ邪魔なんで、これも取らないといけません。はい、あ、行きました。いいっすね。バイスプライヤーで取れたって感じですね。でもなんか G が書いてるんですけど、書いてプラスなんかもう一個ちっちゃいのが下にあるのが外ですね。内側はこのなんていうか この大きいのしか書いてないですね。それが違い、あとポツポツがある、ポツポツがある方ですね。歯車みたいにこう尖ってますね。恐竜の背中みたい。こっちはちゃんと均等にポツポツなって、この大きいのが2つは同じもので、で、これとこれとこれに関しては、あの普通にまあ言ったら叩いたりとか、そのこの厚みをするやつで普通に取れると思うんですけど、こいつだけは、こいつだけは裏がないんですよね。だからベアリングプーラーっていう特殊工具を使って上にギューッと引き抜いてこないといけないですね。工具になります、はい。この12っていうやつをこの中に差し込みます。はい。でここにギューッとこう入れていくと、これが膨らんでこれを噛み込むわけですね。でこの柱で立ててねじ込んでいくとこっち側に来るってことですね。はい、セットできました。ここの六角を止めながら下の14を締め込んでいくと上に引っ張ってきます。まあ叩けたら一番ね楽なんですけど。もう出てきてますね。もう出てきてるの分かるでしょうか。ここね、出てきてるでしょ。全然こう映ってない。この感じね。あ、もうちょっとです。あ、怖いからもっとこう。はい、またベアリングです。はい、止めを取っておきます。はい。周り止めにはですね、ネジとワッシャーがついてます。ここでガードされてるんで、こっちから押していきます。でこっちから抜けるってことですね。はい、内側に文字が書いてるんで皆さん覚えておいてください。ベアリングに書いてる文字が全部内側です。ベアリング側に。もう抜けます。ちなみに大きい方は両方同じ品番なんで間違いないと思います。で小さい方は一応あるんですけど、小さい方もちょっと大きいのとちっちゃいのがあるんで間違いないと思うんで、外す時にどっちかだけ把握しとけば大丈夫と思います。じゃあ逆の手順で組んでいくんで1個だけ見てください。
はい、まず大きいやつなんですけど、外周に合うソケット30です、サイズ、はい、でこういう風にしてやってると、うん、来た、余裕やな、余裕っすね。やっぱりこの工具あった方がいいですよ、何も考えなくていいんで。簡単に厚みができますね。はい、重みきた。この品番です。この品番ね。ちょっと大きい方。ちゃんと入ったかは、このストッパーとこのベアリングの面がちゃんと合ってるかどうかを見て確認します。はい、こんな感じで割愛しますけど、こことここを入れます。小さい方のやつの大きい方は同じ品番なんですけど、小さい方はこの品番です。はい、見えるでしょうか。やり方は一緒なんで、はい、今日の、一つのポイントはこれですね。まずこいつを握ったら広がるやつで広げて、これで無理か。